はい、リエルです。今日は今からふるさと納税の寄せ植えを作るので、はじめに根っこの処理とかいろいろはじめにする処理をしていきたいと思います。よし、始めよう。まずこういう枯葉ね、枯葉をきれいにしていきます。もう結構プチプチっと見えるかな。でこういう白いやつ、白い根っこは新しい根っこね、これをきちんと生かしてあげて、で茶色い汚いのはどんどんね、プチプチっとちぎっていきます。で寄せ植えで一番ね重要なのは、苗の形をきれいにしてあげること。ちょっとギュッと絞ってあげて、もう見えないなとか必要ないなとかバランスが悪いなと思う葉っぱは風刺用にも取ってあげます。こんな感じで形をきれいにしてあげてから使いましょう。すごいね、枯葉だらけ。これピーチス&クリーム。おっと揺れちゃうね。もう枯葉はきれいに取ってあげますね。でこう枯れ葉だけとか、ちょっとこっちが枯れてしまってて、こっちは通常のこう、通常の葉っぱ、水分がちゃんと残ってる時、これはもしかして芽が出てくる可能性もあるので取ってあげてた方がいいです。成長点失敗しちゃったね。こんな感じだね。こうこっちが枯れちゃってるけど、ここはもう綺麗に残ってる時、出る可能性があるので、芽が出る可能性があるので、これは取っておきましょう。失敗しちゃう。そしてこれラウレンシスです。こういうちょっとね、茎が太くて、この木化したところがかなり分厚い時、根っこが出るのがなかなか出なくて遅いんですよね。七福紅とか。そういった時は、全部きれいに取ってあげて、ちょっとピンセットなんかで、ちょっと茎に刺激を与える、削ってあげたり、あとここカットしてあげてもいい。そしたら根っこが出やすくなりますので、ちょっと刺激を与えると根が出るようになります。これもきれいにしてあげますよ。こんな感じでちょっと形を整えて、バランスが悪いところは葉っぱを取ってあげますね。あら、どこ行った？これパステルです。パステルとかこういう子はちょっとハサミでカットしてあげますね。見えるかな。こんな感じでカットしてあげます。私の愛用のハサミ、鼻毛切り、ね、で切ったところからまた新しい芽が出てくるから、そのまま、ね、根っこごと使ってもあげてもいいんだけど、こうやって使ってあげると寄せ植えの時はね、どんどん増えていくから
でどんどんカットします。こんな感じです。でこっちはこのまま寄せてもいいけど、ちょっとね取ってあげる、じゃあ刺しやすくなるし、もうちょっとがいいかな、もう取ろうかな。こんな感じで、でクラスラの葉っぱは出ること出ない子がいます。この子は出たのを私何回かしか見たことないから、もしかして出る可能性もあるから取っておいてもいいし、パープルライトっていう子がいるんだけど、紫になる子、あの子はもうものすごく出ます。あの子はねすごい 100% って言っていいほど出るので、葉っぱは取っておいた方がいいですね。今ね買ってないばっかりだけど、こう鉢植えの子、こういう子もポットを揉んであげて行きます。すごい根が張ってるね。もうブチブチっといくよ、こんな感じで。綺麗に取ってあげます。根っこはもういらないからね。なんで根っこいらないのって言われたら、寄せ植えは育てたくないから、そのままの形をキープさせたいので、根っこはもう綺麗に取っちゃいます、ね、こういう子はねやっぱここ幅結構あるので、もう葉差しとかね使ってあげたらいいので、周りの葉を綺麗に取ってあげましょうね。いつも見てる風景でいいかな、パパが葉差ししてるけんよし、こんな感じでいいかな。あとは、これ虹の玉、プチプチで可愛いね。これはもうね、ハサミでカットしてあげてもいいし、違う、もう寄せるときそのままピンセットでブチってちぎってますね。こんな感じでブチッと、これ動かしてるかな、こんな感じで、ハサミで切ってあげてもいいし、そんなに神経質にならなくても多肉は強いからね。玉葉、これも紫で可愛いです。これもカットしてあげて、だいたい寄せ植え使うときはここら辺の子はもう見えなくなっちゃうので、もう葉差し用に取ってあげてた方がね、プチプチと、こんな感じで寄せ植えしたら葉差しがいっぱい出るね。こんな感じです。かなあ。あともうシダムはその都度、ね、ピンセットでむしってつけていく感じです。で一番最近よく聞かれるの、これを教えたかったんだけど、こういう木化した、これドドラ、あ、これはアドニスです。ドドランタリスとかエオニウムの子、こういう木化した子なかなか根っこが出ませんって聞かれます。この子お水が好きなので、もう根っこが生えてなくてももうポットに植えてあげて、お水をたくさんあげるとそこから根っこが出るし、またはこれ紙コップだけど、ここにちょっとお水をね少し
こう貼ってあげます。んでこの気化した子を、あ、気化って木化した子ね、こう入れといてあげると、水耕栽培みたいな形なんだけど、こうすると今だと多分 3,4 日したらもう根っこがすぐ出てくるかな。でもお水はちゃんとすぐ変えてあげてくださいね、毎日。これですぐ出てくるので。で、水耕栽培の根っこと、ネットによく書いてるけど、水耕栽培の根っこと土に生えてる根っこって違うんじゃないのとか、そういうこと言われるんだけど、もう全然関係ないです。普通に綺麗に育ってくれるので、ちょっとチャレンジしてみてください。こんな感じかな。よし、そしたら今度は寄せ植えです。また次の動画でアップしていくので楽しみにしててください。ご視聴ありがとうございました。